ハレルヤ、皆さんこんばんは。1週間お元気でしたか？水曜バイブルタイムの時間です。また、この動画を見てくださっている方、本当に YouTube アクセスしてくださってありがとうございます。今日の、聖書を取り継がせていただきますが、タイトルはここに愛がある、十字架の本当の意味ということで、一緒にお話分かち合っていきたいと思います。今日の、聖書の中心的な御言葉はこれです。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネの手紙第1章10節です。聖書をお持ちの方、どうぞお開きください。この、聖書の日曜日ですかね、日曜日にこのエリムの教会に中央アメリカから来られた宣教師さんをお迎えできたんですね。何ヶ月ほど前から私ちょっと親しくさせていただいて、その方は生まれた時は目がよく見えてたんですけど、だんだん目が見えなくなって、でぜひお国へ帰る前にこのエリムの教会に来たいとおっしゃってて、念願かなって来てくださいました。共に賛美を、捧げ、そしてメッセージを聞いて、目がご不自由だということで、お家まで送らせていただいたんですけどね、駅のホームで主は道を日々作られる、この賛美を歌ったんですけど、私日本語で歌ってたら、彼女がなんと英語とスペイン語で歌ってくれたんですよ。本当に日本語もねとっても上手で、英語もスペイン語も、まさか私3つの国と言葉でこの賛美を歌えるなんて思ってみなかったんですね。本当に日本語がお上手で、びっくりするぐらいなんです。でもご本人はね、彼女はいやいやまだまだで本当に日本語難しいって言うんですよ。例えば飴、食べる飴と振る飴違いますよねとか、箸と箸違いますよね。皆さん、そのアクセントが違うということで、例えばこれどうですか？居酒屋での会話、片方の人がね、もう一杯どうだって誘ってるんですよね。すると片方の人がね、もう一杯、随分アクセントの違いでね、本当違い、もう一個これどうですか？会社行ったはずのお父さんがね、家にいるんですよ。で子供がね、お父さんに聞いた、なんでいるのって言ったら、会社倒産したんだよ。倒産っていうふうに、本当に日本語は難しいですけれどもね、日本の国をとても愛してくださってます。感謝です。でも倒産といえばね、突然やってきますよね。まさか明日倒産するなんて分かって会社行きませんもんね。この突然やってくるといえば、日本では大きな大震災ありましたね、阪神淡路大震災。私も神戸実家があってね、もうぺしゃんこになっちゃって、そのうちそこがどん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 地下掘られて、地下鉄の駅になっちゃったんですよ。ですからそこはみんなで食卓囲んでた1階の今の部屋もなく、私が2階でお勉強してた2階の部屋もなく、ただただ空中になってしまいました。東日本大震災も、朝皆さんね、会社出かけて、学校出かけて、朝出かけたのにね、悲しいことですけれども、まさか二度と会えない、そんなことが起こるとは予想できたでしょうか。私もこの世の中どん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 悪くなっていくなっていうのを感じて、恥ずかしい話ですけど、ノストラダムス、皆さんご存知ですか？信じてたんですよ。じゃあもう世の中が終わっちゃうんだったら楽しいことしようなんてね、普通なら良いことしようじゃなくて、私は楽しいことしようなんて思ってしまって、本当に今はね、そこから抜け出せてよかったと思います。でもね、悪い世の中だと言いながら、神様は決して
滅びることを望んでいるのではありませんね。聖書にもこのように書いてますよ。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。第2ペテロ3章10節。主の日というのはイエス様がね再び来られる日のことです。今はね救いの日なので、恵みの時なので救われる時なんですけど、主の日というのはイエス様が来られて、再び来られてですよ、裁かれる日なんですよ。けれどもこのように大きな響きを立てて、もうすべて天地、もう天変地、すごいことが起こるんですけれども、その主の日には信じる私たちは天国へ招いてくださるよっていうのがこの主の日なんです。けれどそれがいつか分かりません。盗人のようにやってくると書いてありますね。でも信じる者には救われるよっていうことは、他のどうでしょう、怪しげな宗教とか、どうでしょうかね、そのことを語ってますかね。残念ながら未だに十字架にイエス様がかかったままの十字架を見かけることありますよね。イエス様は十字架にかけられて亡くなったんですけれども、3日目によみがえり、天に昇り、今も生きて働いてらっしゃるんです。そのことを語らない、そのことを語らないところは、怪しげなところだと覚えていただいたらいいと思います。イザヤ書にはこのように書いています。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。イザヤ65章17節。神様はね、イエス・キリストの復活によって信じる者を新しく生まれさせて、生きる望みですね、生きる望みを持つようにしてくださいます。また聖書、いろんなところにも書いてありますね。こっちは新約聖書ですよ。私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。第一ペテロ一章三節。生ける望みというのは救いと同じ意味なんですよね。でもなぜそこまでしてくれて愛している神様なのに、今ですね、本当にコロナ禍であり困難な時だっていう人もいるかもしれませんね。本当に景気が悪くなって、収入がどんどん減っちゃって、病気があったり、離婚、リストラ、倒産など、なんか真面目に働いてても仕方がないみたいな気持ちになるかもしれません。突然そういうことが襲ってきます。本当に神様がいるならどうしてっていうかもしれませんが、神様はね、人間に自由な意志を与えてくださいました。その自由というのは神様に従う自由もあるし、反抗する自由も与えられたということです。そして人間はその自由でもって、なんと神様に反抗してしまいました。反抗した最初の人は誰でしょう。アダムですよね。アダムは自由を悪用したんです。人類の代表として行動しているので、その影響が私たちにも及んできました。だからといってアダム悪いじゃんとアダムを責めることはできません。なぜなら私たち自身もそこにいたらね、その場にいたらね、おそらくアダムと同じように行動していたはずだからです。神が愛ならどうしてこんなことが起きるのか。実は人間の側にね、問題があったんです。でも神様はそのような人間を見捨てることはしません。なぜ人間に罪が入ったか、本当に人類に罪が入ったいきさつ、
創世記から書いてあります。よくご存知の方もいらっしゃいますが、一度確認していきたいと思います。神様は、さあ人は我々と同じ似た同じ形に作ろうと言われて、最初の人アダムを作って、そしてと霊を吹き込んだんです。吹き込んだことにより、神様と人とは霊を通して愛の交わりを持つようになりました。永遠の命と幸福がそこで約束されてたんです。ところがですよ、悪魔の誘惑にあって、先ほども言ったように神様との関係が壊れちゃって、機能しなくなり、大切な交わりが切られてしまったんです。罪のために神の支配から罪の支配に移されてしまいました。さあ神様を失った人の心はどうなったと思います？心にぽっかりと穴が開いたようになって、本当に虚しさでいっぱいです。するとですよ、サタンはそっとそこへ来てささやきます。肉を満足させれば幸せになるよと。そこで人は罪に誘われるまま、罪の奴隷になって、肉欲をむさぶるものになってしまいました。この世にあるありとあらゆる快楽を求めて、また名誉を得ることに必死になったりと。けれどそれらは手に入れた途端、すぐに消えてしまうようなものです。掴んでは消え、手に入れた途端また消え、本当に不安で恐れまで持つようになるかもしれません。なんと人の、皆さん、私だけでしょうか、皆さん思います？人の欲は底なしですよね。心の虚しさを完全に埋めることなんてできませんよね。人の心はそんなものやちょっちゃそっとでは満足できない、埋め尽くすことのできない小さなものじゃないんです。人を作った、人間をお作りになった神様の愛以外には埋め尽くすことができないからです。ですから罪の奴隷となってしまった人間は、この世で息はしていても霊的に死んだのも同じ屍のようなものなんです。悪魔に人質として取られたものだから、その悪魔を神様が罰すればいいかもしれませんが、神様は正義なお方ですから、当然悪魔を許さないんだけれども、悪魔を罰すれば人質となった人間、人質となっている人間も罰し、滅ぼさなくてはならないのです。神の愛する人、神に似せられて作られた人間を滅ぼすなんて、愛の神様にはできません。義の神様、愛の神様、そんな姿を見て悪魔はあざけ笑います。どうすればよいのでしょう。愛であり義である神様は、一つの道を選ぶことになったんです。その一つの道とは、人が罪を犯したので罰を受けなければならない、けれどその身代わりとして罪のない神の御子が罰を受けて、人間の罪を贖うことです。罪の奴隷から解放してくださるということなんです。神様の怒りをたった一人で受けてくださるということです。すると罪が消えて、正義が回復して、神様と和解できるということです。和解するということです。神であるイエス・キリストが人々の前に高く十字架の上に釘で差し通し挙げられるのです。生贄の子羊、神の子羊となって、以前モーセがですね、かつて不信心な
人々の前に高く見せた、あの聖堂の蛇、聖堂の蛇、一度死んだ人もその聖堂の蛇を見上げたら生き返る、これも事実ですが、命が救われる、その聖堂の蛇のように高く上げられた十字架のイエス・キリストを見上げ、信じた者が命を得ることができる、救われるんです。信じ罪あがなおれた者は義とされ、悪魔から解放されます。これが神の救いです。ところがこのことを聞いて、魂霊がね、死んでる人はなかなか理解ができません。でも愛の神様はね、そういう人たちも捨てておかず、諦めず、どうしたかというと、このように聖霊様、主なる聖霊様を送って、そのお一人お一人の心に働きかけてくださっています。それでもまだ固くなりこの世の肉に心を向けて、そこから離れないよう、離れない人には、残念ながら聖霊の力が働きませんね。肉にしか関心のない人の心はなぜかというと、聖霊に逆らうからなんです。でも今ここでまた YouTube を見てらっしゃる方で、神様を知りたいなっていう心を持つと、そこにね、神様は光を通してくださるんです。聖霊様がその人の心を照らして、その人の心の罪を見せて、神様の救いの良い知らせ、福音がね、分かるようにしてくださるんです。十字架を見て、自分の罪のために死なれたイエス・キリストを見て、悔い改めて信じた瞬間、聖霊様がね、その人の心に住み始めるんです。その聖霊がキリストと、キリストを信じたその人とつないでくださいます。まあ、パイプラインというか、光ネットでとでもいうか、まさしく聖霊によって人の霊が再生した瞬間です。まあ、でも見た目ね、見た目ね、体からピカッと光が出るわけじゃないんですけれども、はっきりと神の子、神の民になったんです。すごいことです。素晴らしいことです。聖書はこう言っています。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。ローマの8章13節です。本当にアーメンです。では最後にですね、内村勘三さんの話をして終わりたいと思います。この内村勘三さんは、あの日本のキリスト教に大きな影響を与えた方ですね。あのこの方が58歳の時ですかね、58歳の時に書かれた文章の中で、自分は生涯において3回すごい変化があったって書いてあったんです。最初の1回目は17歳のこと時ですね。それまではヤオルズの神とか本当にいろいろな迷信を信じてて苦しかったそうですけど、17歳の時に唯一の本当の神様を認めた時、それらのことが全て断たれた。天地万物の作り主を唯一の神様と認めることができたということを、17歳1回目、そして25歳の時ですね、唯一の神様を信じて、本当に自分は神様のことになって、こんな風に正しく生きたい生きたいと思えば思うほど、どうでしょう、皆さんもありませんか。いや自分こんなんだし、まだこんなんだしって自分を責めたりしませんか。このように内村さんも自分を責めて、自分の心を痛めて悩んでたそうです。どうのように、どうすれば神様の前で正しくなれるかなと。でも25歳の時分かったそうです。ただ仰ぎ見よ、ただ信じよと
と教えられて、それまでの重りが下ろされ、心が軽い人になったと告白しています。そして大きな大きな3回目の大変革、これは57歳の時です。この57歳の時にはっきりとイエス・キリストの再臨、再び来られることを確信したそうです。見よ、すべてが新しくなった。これは第2コリント5章17節に書かれている御言葉ですが、古い世界を去って新しい世界に入った感じがしたって言うんですよね。宇宙は広がって、前途は開け、新たな新しい力が加わって、生涯のすべてすべてが一新したと57歳の時に心から感じたそうです。17歳からですよね。長い信仰生活ですが、この内村鑑三さんはイエス・キリストの再臨が分かった、これが57歳。そうなんです、キリストの再臨、このことが分かって、本当のすべてのことが分かるんですね。反対にこのことが分からないと、すべてが何が何だか分からないんですよね。私もここでこのようにこんな高いところで聖書のお話を皆さんとお話しさせていただいてますが、まだまだ分からないことばかりがいっぱいあります。でも確かに言えることは、私は分かったから信じたのではなく、信じたから分かるようになってきたんだということです。本当に日々今も新しく変えていってくださる神様に感謝でしかありません。さあ、ではもう一度今日の御言葉をお読みしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネの手紙第14章10節です。アーメン。神様はどのような人も見捨てていません。今もずっと変わらず神様は私たちの上に目を注いで、私たちを救おうとされています。それが十字架の愛なのです。ここにおられる方も、またそのご家族の方も、 YouTube を見てくださっている方も、どうぞあなたを愛してやまない父なる神様のもとに、イエスキリストを通して信じて近づいてください。心から願います。ではお祈りさせていただきます。主よ、ハレルヤ。愛する父なる神様、あなた様の素晴らしいご愛を覚え、ありがとうございます。私たちすべてのものを愛し、救いの御手を今も差し伸べてくださっていることを本当にありがとうございます。イエス様が再び来られるということを心待ちにしておりますが、どうかこの救いの時代、恵みの時代に、この地、この日本、この世界の人々が救われますように、聖霊様、助けてください。あなた様の愛の救いの技が表されますことを心から期待しております。すべてを喜び感謝し、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。感謝します。最後まで聞いてくださってありがとうございました。はい、イエス様の愛はなんと素晴らしいことでしょうか。じゃあですね、喜びの心にあふれて、最後にですね、共に褒めよう、この賛美を一緒に、松本さんも一緒にですね、賛美しましょうか。イエス様の愛にあふれてですね、共に喜びの賛美を捧げていきましょう。
救い主、喜びの賛美捧げます。声高く上げ、命の炎に賛美と褒め歌を捧げます。共に褒めよ、褒めよ、褒めよ主を、褒め歌をイエスに。共に褒めよ、褒めよ、褒めよ主を、褒め歌をイエスに。ハレルヤ、イエス様に感謝の拍手をお捧げします。Yeah.